いや今日ちょっと私ですね、はい、あるイベントに呼ばれてまして、ちょっと向かってるんですけど、はい、そのイベントっていうのがツリーフェスティバル。え？ツリーフェスティバルで私ですね、2023年ですかね、釣りを最も盛り上げてくれた人なのかな。最も盛り上げてくれた人に贈られる賞、グルアングラーみたいなやつをいただきまして、はい、それの授賞式に。マジでクールアングラー。クールアングラー、私の YouTube で釣りを何度かお届けしてますけど、クールさは一つもありませんでしたが、いただけたんでね、はい、せっかくなんで、まあ、ありがたいことですから、まあ、ちょっと授賞式に伺おうかなと思って、もう超楽しみ。釣りフェスティバル自体は毎回友達たちと、まあ、釣りちょっと興味を持ったり、まあ、それこそ長崎とかでやってたから行こう行こうと思って、なんか仕事の都合で行けなかったの、うん、だから今回はまあこういう形で初めてこのフェスティバルに行けるっていうこと自体もすごい嬉しいし、まあ、クールアングラーとかね、今日から俺のことクールアングラーすごいね、けど受賞ってね。まあでも YouTube とか、まあ、インスタとかで情けない姿を、まあ、皆さんが、まあ、応援してくれた結果がこうなりました。ちょっと受賞式の方に伺おうかなと思います。はい、じゃあ早速行ってきますわ。てかすごくない、なんか朝からめっちゃ並んでたよね。すっごい列だったよ。やばかったね。前乗りしてる人とかもいるみたいな。前乗りすごいよね。クールアングラーですから、ちょっとクールに行かないと。楽しみにしてます。なんか喋ったりするんでしょ、もちろん受賞して、うん、多分まあなんかそのおめでとうみたいな感じのやつがあるだろう、うん、多分クールに行くわ。できるかゆっくりしゃべる。戦場カメラマンじゃない。なんか受賞のなんかお祝いとしてみたいな感じで、まあお祝いなんかいろんな目なんかグッズをいただけるみたいな話は聞いてたんだけど、楽屋入ったらすげえ置いてあんのかなと思ったら今んとこ何にもないんだけど。最後じゃない。ちょっと待って、ちょっと俺不安になっちゃう。おにぎりとお菓子しかないんだけど。でもブルーブルーの村岡さんとか、まあ、YouTube 的にお世話になったし、うん、なんか行きたいんだよね。行きたい。会いに。ちょっとでもね、時間がないんですよ。すぐ出ないといけなくて。クールアングラーズや。で、なんかちょっと先輩たちの、まあ、ロイヤルアングラーズみたいなやつもあるらしくて。うん、俺マジ、2階級制覇するわ。2階や。ボクシングみたいに言うちょっと年を重ねて。階級っていうのかな、それ。わかんない。2階級制覇するわ。アイス。これとカタログ。カタログ。カタログ来たよ。どうしよう。なんかこっから好きなもの取っていいとかって言っていただいたんだけど、はい、そういうのってさ、一番難しいじゃん、人間。確かに。なんかあんまりこう何の頼んだりしていいのかとか、うん、なんか気にしちゃうじゃん。ちょっと考えます。これちょっと今日寝れない、どうしよう。いつまでこれ。あ、教授じゃないんでゆっくりやるよ。当たり前だろ、教授。この後2回も舞台するのに合間に楽屋でこんなことしてさんまさんに何言われるか分かんない。何やそれ、つったゆっくり選んでいただいて。ゆっくり選んで印つけて戻せばいい、はい、わざわざ村岡さんが来てくださいました。村岡さんのおかげですから。でもね、まあでも3連覇ぐらいして、3連覇頑張って広めて、うんうん、村岡さんに連れてっていただいてたら多分3連覇いけんじゃん。確かに。いやでも初めてだ、去年来たいねっていう話をしてたんですけど、うんうん、このフェスティバル初めてだった、うんうん、本当はね、もっとゆっくり見たいんですけど、何の時間もなくて、すぐ出ないとなんですけど、でもブルーブルーさんのブース一瞬覗けたら、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。すみません、マサさん、ありがとうございました。早速、クールアングラーズアワード2024
受賞されました方をご紹介させていただきます。クールアングラーズアワード2024受賞されましたのは中尾明義さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。はい、中尾さんは多忙なスケジュールの中でテレビや SNS を通じて釣りの楽しさや釣りの魅力について積極的に情報発信されていらっしゃることが評価されて今回の受賞の運びとなりました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。これより表彰式に移りたいと思います。表彰状、中尾明義殿、おめでとうございます。さあ、それではまずはやはりクールアングラーズアワード受賞ということで、はい、今のお気持ちをお聞かせいただければと思います。そうですね、以前多分前田敦子さんも受賞されていて、はい、前田あっちゃんと釣りに行った時にあっちゃん受賞してて、はい、わすごいねなんていう話をしていたの で、はい、でその頃僕まだそんなに釣りを多く経験したことなくて、でそこからどっとハマっていったんですけど、まさかこんなに早くいただけるとは思っていなかったので、なんかでも YouTube やったり Instagram やって、まあ、皆さんに応援していただいたおかげかなと思って嬉しく思っていますけど、はい、ご自身の好きなシーバス釣りとかね行かれると思うんですけれども、はい、その他でなんかこれちょっとやってみたいなとかそういう釣りの種類とかありますか？やってみたいというか僕妻が長崎出身で、もともとその家族でお正月必ずタイ釣り行ったりしてたんですけど、はいはい、ここ数年3年ぐらいは僕はヒラマサに挑戦してまして、はいはい、ヒラマサを狙って、はい、お父さんの友人たちと行くんですけど、はい、釣れていないのでなんとか今年ヒラマサを必ず面目略じゃない、はい、1本釣り上げたいっていうのは今年の釣りとしては目標としてあります、はい、ご家族で行かれるっていいですよね。そうですね、息子も僕いるの で、息子は今年餌釣り行って釣れなかったんです。あ、一匹も。それで僕の前でボロボロ泣いて、ああ泣いちゃった。でもなんかその教育にもいいなと思って、その悔しさというか、釣れなかったっていうことので、なんで僕は今日釣れなかったんだろうって、ママは釣れたのになんで僕は釣れなかったんだろうっていうので、本当に悔しがって泣いてたので、来年クールアワードうちの息子でいいですか？すいません。なるほど、2年連続で親子で受賞されるということで、これはもう宣言されましたので、大人の皆様どうぞよろしくお願いいたします。シマノのサーフヒラメでやってます、はい、そうなんですよ、いっぱい一緒にね、サーフを釣りさせてもらったりとかも、ね、そういうのも、そういうお力もあって今回、はい、クールアングルですから、さすがですね、かっこいい釣り人ですから力があって、そうですね、ぜひね、いつも声かけてくださるんだけど、なかなかタイミングが合わないですね。前日とかに言うんですもん、すいません、明日行けるみたいな、めっちゃ釣れてるんで、来てください、ね、春、すごく釣り一気に盛り上がると思うんで、サイズも狙える時期なんで、ぜひ3月、4月にやって、サーフもすごいお上手だったんで楽しかった。何が今日一番緊張したってさ、
表彰状ってさ、あの卒業式以来だったから、うん、右左なのかなとか思って、うん、ずっと考えてたんだよな、ね、会長が読み上げてくれてる間、うん、こうやって撮った方がいいのかと思って、でもちょっとビビってこうやって普通に言っちゃったんだけど、いやー嬉しい限りです、本当にもうありがたい、トロフィーもいただいて、あ、来たね、すごいよ、これをもういただいたらもう生涯釣りを愛さないといけませんね、かっこよくどうだった、かっこよかった、いや、かっこよかったねプレスカメラマンに並んでるから、もうちょっと一人さ、小さいカメラでさ、なんか変な髪の色のやつがなんだあれみたいな、いやでもあれ嬉しいね、しかもなんかいろいろなんかウェアのメーカーの方とかもプレゼントさせてくださいって言われたんで、来年トカゲくんでも決定、一応俺営業してた、特注サングラスだけ、トカゲくん変更レンズの変更レンズこんなのダービッツみたいなやついや楽しかったです、というわけでね、無事あの、まあ、YouTube の皆さんの応援のおかげもあってこういった賞をいただけたので、今後もね釣りの動画とかはあのアップしていきたいなと思いますので、ぜひあの釣りやられてる方もチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。じゃねー、なな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさん、なな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんきつねさん。